向往的远方。有多少人想要，又有多少人敢要。はい、みんなの気になるチャノノです。今日はな、ものすげえことがあった。ええことがあったというよりも、もう自分自身が情けのなってな、ほんまに男として。後々考えたらな、今日な、雨が降るよった。で、今日は地場じゃって、車の引き取りに2箇所回ったんだけど、まあそのうちの1箇所で、はい、ほんなら雨が降りおりましたと。着きました、雨が降りおりましたと。で、わしはこの帽子をかぶって、雨の日はこの帽子いつもかぶるんだけど、この帽子をかぶって、カッパを着て、長靴を履いて、マスクもきちっとして、受付に行きましたと。ほんなら入ったらすぐな、受付があった。まあそこそこ大きい車屋さんでな、まあきちっとしとるとこじゃろうし、わしもきちっとしていかないけんわと思って、身なりもきちっとしてきちっと行ったん。ほんなら入ったらすぐな、受付があって、そこへ女性スタッフがな、ちょこんと一人座っとった。まあマスクしとったんよ、この女性スタッフさんもな、しとったんだけど、お世話になりますわー言ってわしが入ってて、車の引き取りに行きました、昨日お電話させていただいてたんですけどーって言ったら、あーはい、どうぞお待ちしてました、こんにちはって言ってる。あ、いっそうか、めっちゃええんよ。そしてマスクしとったけど、小柄でな、髪の毛がちょっとショートでな、まあいよいよ、まあ可愛らしい子やったわ、ほんまにな。まず第一声のその女性スタッフの陸走やわしに対する第一声がものすごい心地よかって、そんなことねえよ。結構まあこれはあるあるっちゃあるあるなんかもわからんけど、まあ一元さんで車のな、車屋さんに車を引き取りに行きますと、わしら客の使いだから、わしらも客じゃと思うて、車屋さんからすればわしらも客なんじゃと思いまあ引き取りに行くわけよ、結局な。だからもうその変な言い方はおえんけど、まあわしらが客の使いだから、わしらも車屋さんからすれば客なんじゃと、まあそんな感じでわしはずっと思うとったんだけど、まあまあまあ、なんせ車屋さんからすればまあ一元さんで、たかがりクソ屋だから、まあ結構わしって雑に扱われるんよ、車屋さんからすればな。車引き取りに行ったら、おー、そこ置いてあるけ、買って取っててくれみたいな、あーはー、まあまあ結局こうな、車両チェック表っていうのがあってな、きちっと傷とかへこみとかをチェックして、後でサインをもらうんだけど、サインもらい行ったら、みたいな、まあ、結構なんかこう雑に扱われるイメージがある。わしはな、まあわしのこの風情がな、影響しとんかもわからんのんじゃけど、まあわしなりにきちっとした言葉遣いで望むんじゃけど、まあまあまあ結構雑に扱われることが多いって。でも今日は違ったよ、ボッケーけ、びっくりするけな。車引き取りました、ほんなら、まあ、受付の女性スタッフがな、あ、わかりました、ほんならちょっと探してみましょうか言って、一緒に外へ出てくれた。でも雨が降るよと。でもわしはカッパも着とるし、帽子もかぶっとるしな、パーって普通に外出てった。ほな、女性スタッフも横をついて傘を差しとった。傘を差してな、どうぞって言うわけどうぞって、いや、わかるんよ、お客さんとして車を買いに来たお客さんとか、そういう人に対しての気配り、車屋さんの女性スタッフの気配りならわかるん。でも一陸走屋として、陸走屋相手にそこまでしてくれる、ちょっとドキッとしてわし。まあまあ、なんせわしのタイプ、まあわし結構熟女が好きだから、その若い子っていう恋愛の対象にはならんのだけど、まあまあまあ、なんや、可愛いよ、可愛らしい子じゃったわ、ほんまなあドキッとするか、やっぱおっさんって。でな、まあほな、でまあどうぞ入りませんか、あ、大丈夫っすよ言うて、もうカッパも来てるし、帽子も被ってるし、長所も出て も僕らこういう仕事なんで、そうですか、大丈夫ですか言って、まあちょっとまあコロナもあって1メートルぐらい離れて、こうテク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 探し行ったん。ほんならまあ裏から
あの男性スタッフがバーッと走ってきて、わしが引き取りに来た車を探し出してくれた。ほんならわしとその女性スタッフは取り残されるわけじゃが、取り残されるというか、その場でちょうどじーっと待っとった雨の下で。ほんなら女性スタッフが待ったな。運転手さんどうぞどうぞってこう傘をわしの方にやってくれるわけで、2回目はそれがもうな。でもわしは ありがとうございます、もうほんま大丈夫っすよ、もう僕抜けても平気なんで、ああそうですかって言ってわしは2回目も断ったわけよ。それがなんていうかな、その負い目もあった。たかがりクソやにそこまでしてもらわんでもいいですよっていう意味合いなんだけど、意味合いでもあるし、まあコロナっていうのもあって結局あいあいなさじゃが、言うてみりゃ昔で言う今はどうかもわからんけど、私もドキ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 してその言葉でミスしてもいけんから、まあその時に断った、2回目も断ってしもうた。わしはそれがわしは後々引き取った後な、ほんでありがとうございました言うて引き取った後、なんか引っかかるなと思って胸が。わしってな、その女性スタッフに恥をかかせたんじゃねえかと思って、2回も入りませんかって言ってくれたのにもかかわらず2度も断った。女子が2度も誘ってくれとんのに、なんでわし断ったんかなと思って、断る理由もねえわけよ。女子が2編も入りませんかって言ってくれたんじゃから入りゃいいが、まあ情けない、ほんま。わし後々考えて、うわ失敗したな、あの子傷つけたんかなと思ったり、恥かかしたんじゃねえかなと思ったりしてな、もう今もう胸がモヤモヤしてな、おえんの。なんか年取るにつれてな、女性に対するその気配りとか思いが薄れてきょんじゃねえんかなと思ってな、頭も薄れてきょんじゃけどな、もういよいよ見せれんけどな、雨の日だけペッどう、なんか情けのお手の、ほんまあそこで入るべきよな、普通な、ありがとうございます言うて一緒に入る、そこでちょっとした世間話でもすればよかったんかなと思ったりな。なんで二度も断る、もう情けねえほんまにな。でもな、今日わしがそういう待遇を受けたんが、まあ初めてだったから、今までは散々雑に扱われてなあ来た人間じゃから、あんな大きいな、車屋さんの受付のスタッフさんが、女性スタッフさんがな、一陸曹屋にそこまで気を使ってくれる、嬉しかったよ、ドキドキしたよ、ほんまに気分が良かった、ほんまにな。まあじゃけちょっとそれがな、わしの今日の仕事の心残りかなっていうのがあって、女性にはな優しく強くあってありたいし、守っちゃらないけん存在じゃから。でもわしは2編も断ったと、もうそれがショックで、もうなんならわしはと思う、もうほんまに皆さんならどうかなと思って、そういう時に男性諸君な、やっぱり女子から2編も責められて断る理由がねえのに断ったという、わしは間違っとんじゃろうか、情けねえんじゃろうかの。女子もな、女子視聴者さんがおったらちょっと聞いてみてんだけど、そういう時に変もな、傘入りませんかって誘っといて、男子が2編も断るって傷ついとんかな、どうなんかな、まあ、そんなもんわしだけから思うとはな、どうなんかわからんんだけど、わし的にはな、ちょっとなんかわしのことしたかなと思ったりするんよ。まあまあそんな感じで、今日のな一日の出来事でものすごい気分よく仕事ができましたよという、運送業界、物流、
力走屋をやってきて、まあまあ良かったかなっていうような日になりました。てな感じで、これからも人に優しく、女性に優しくありたいものです。バイなら。